elevate like that. Then I won't bring it right back. Go ahead, follow all of my tracks. I take it up to another place. I mean, how you like that? We gon' take off in a flash. You will never wanna go back. I promise you we count on that. Hold out, hold out. Let me check my math. Yeah, I got it. Don't stop, make it rock. Keep it going to the top. Don't stop, make it hot. Keep it going to the top. Don't stop, make it rock. Keep it going to the top. あ、もう着くよ。あ、ここら辺じゃない？あった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 。花の里。どこ？あ、今じゃない。ここ入る。あれ？どこだ？どこや？あ、あったあったあった。ここ。あ、これ。うん。花の里、飯島。到着。道の駅だ。うん。何時かな。着いた。道の駅。花の里。涼しいね。涼しい。だいぶ。お目当てがあるんでしょ。そうなんですよ。もうこのために来たと言っても過言ではないぐらい。ここに？そう。これ？これ。へへへ。ラボか。名前がいいじゃん。そう。アップルパイ専門店。アップルパイラボ。ラボ。美味しそう。うん。なんかね、数量限定らしくて、なんかちょっと先に行きたい。いいよ。いい、コーヒー。けど今、開いたばっかっていうか、うん、開いて20分ぐらいで、うん、なくなってたらどうすんの。困っちゃう。焦ってる。だいぶ焦ってる。30分経ってるから。え？開いてる？開いてる。あ、いろいろ売ってるよ。こちら素敵。アップルパイと違うアップルパイね。え、なにこれ。やばいよ。宇治抹茶クリームアップルパイだって。そうしよう。へえ、なんかね、予約も電話でできたみたいなんだけど、買えるかなと思って予約せず来ましたが、ブルーチーズ。そう。なんか全部食べたみたい。買いましたね。一種類ずつ味違うの買って、後で食べてみます。もう食べたいけどね。お腹すいた。お腹すいた。朝ごはん食べてないか。リンゴパイ購入した後にチャオに来ました。生鮮食品館チャオ。中がショッピングセンターとかなんかいろいろくっついてる。結構人いるわね。え、絶対出てる。お腹すいた。スイカ安い。さあ、今日鮮魚売り場はネギトロン、ネギトロン、ネギトロン、そして半額半額でございます。ネギトロン、ネギトロン。キアラにも来ました。買おうと思ってた食材がちょっと足りなかったので、うん、キアラにも来ちゃいましたが、売ってるといいな。どうも、ゆうゆう夫婦のゆうです。ゆうきです。こんにちは。こんにちは。斜め右です。本日はですね、初めてのキャンプ場に向かっているところなんですが、はい、あと3キロちょっとで到着するんですけど、本日のキャンプ場なんですけど、フリーサイトベースの豊岡ベースというところに向かっております。フリーサイトベースっていう、まあ、サイトがあって、いろんなところにこのキャンプ場あるんだけど、
それの今日は豊岡ベースっていうところの長野県です。長野県まで来ました。来ました。私旅行で来るの初めて。そうか、うん、お仕事とかでは行ったことあったんだけど、ゆうきくんは初めて。多分初めてではない。お、初めてではない。覚えていません。このキャンプ場自体がちょっと初めてなんですけど、今日はご招待いただいて、行くような感じになってます。おお。だから初めてじゃない、こういう招待いただいてキャンプ場に行く。そうだね、うん、悠々夫婦を始めてからこういうご招待でのキャンプは初めてなので、それも含めてちょっと楽しみなんですけど。ねえ、ありがたいからぜひ行ってね。うん、そう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 、うん、もうすぐあと 1.5 キロぐらいで到着すると思うんですけど、なんか福島てっぺん公園というところを検索してくださいってサイトには書いてあったんだけど、うん、でもカーナビだとその名前が出てこなくて、なんかとりあえず住所で検索してるからちょっとつくか心配なんだ。実はうちのカーナビがそれ出なかったのね。そう、出なかったんです。なるほど。そうなの。最新のやら出るかもしれませんので。はい、はい、なんかそうやって打ったら、まあ、近くにあるってことなのか。そうみたい。なんか 500m ぐらいの距離感であるみたいなんで。おお、じゃあ今からもちゃんとつけるかがちょっとわからないね。そういうことです。また不安な道だよ。ずっと今山道登ってるんだけど、着くのかね。今どこにカーナビ合わせたんだっけ。一応 Google の住所多分合ってるとは思われる。ホームページのサイトからコピペはしてないってことか。してない。うほうほう。 Google の住所、まあ合ってると思うよね。それで着くかな。それで着くなら着くで別にね、まあ、いいしね、うん、まだ看板はない。看板はないね。いや、看板はないんじゃない。ないと思う。なんかちょっと変わったキャンプ場というか、うん、普通のキャンプ場とちょっと違うんですよ。だって今回初めてだよ、そういうタイプ。そうなの、初めてなの。あ、福島てっぺん公園の。あ、出てきた。うん、福島てっぺん公園は、うん、看板があるね。あった。うんうんうん。もうすぐ着くと思うんだけど、銀色の門があるはずなんで。あ、なんかちょっとぽいよ。あ、ぽいよ、ぽいね。あそこかもしれない。あった。 あれに入ればいい。これ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 。 OK です、 OK です。これです。ちょっと寄せておきましょう。わお。ちょっと待って、怖いよこれ。何これ。なんか怖い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 。完全に閉まってるんだけど。よく見る、立ち入っちゃいけないってやつや。立ち入り禁止とか書いてないけど、私たちが今回貸してもいいと言われた場所なんでね。けど書いてる、フリーサイトベースプライベートキャンプサイト。はい。あー、すごい。すごい。これ開けるの？開ける。不法侵入ではありません。決してね。開きません。なんで？あった。こうか。普通そうやってひねるよ。いやいや、こういうタイプ開けたことないよ。そう？こういう門番みたいなやったことない。あ、そうですか。え？で？で、そのまま右に引くんだよ。そう。あ、違う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 。ちゃんと開いてから開いて。ああ、こうですね。開いたー。ようこそ。これが自分の場所だと思うとなんかかっこいいね、こういうの。確かに、だいぶかっこいい。こういう門があって、ね、すごいじゃん。これ当たります。当たりますね。ちょっとゆうちゃん運転。わかった、はい。入ります。どうぞ。入場。いや、入場しました。で、これを閉めるのね。閉めれるようになってる。閉めれました、自分で。入りました。すごいね。何よこのエリア。おお、まだ先に道がある。結構奥だね。奥なのかな。ちょっと行ってみる、うん、ちょっと虫除けスプレーしない。あ、そうしよう。これやりましょう。
コールマンとコラボしてるアースさんのサラテクトですよ。虫よけ。虫よけだよね。そう。見た目めっちゃおしゃれっていうか、うん、ジャンプ仕様になってるやん。そうなの。たまたまさ、オーケストアかなんか見つけたんだけど、めちゃくちゃ可愛いよね。いいね、これは。うん。これを早速、噴射します。うん、あ、ごめん。よっしゃ、じゃあ出発。進行。何ここ。どういうことなんだろう。一応、上空図からの地図は見てたけど、こっからはもう、我々のエリアってことですよね。そういうことですね。すごいね。あら、あ、あったあったあった。そういうことね。あ、あ、ここが管理棟か。え、管理棟っていうの？そう、なんか古民家を。誰もいないのね。そうなんです、無人のキャンプ場なんですけど、この古民家を管理棟としてるみたいです。なるほど。そうなの。駐車場はここの採石が引いてあるところだったら止めていいよってことだったんですけど、なんか今通ってきた道全部砂利だったよね。で、本日、貸し切りです。はい、そうでしょうね。もう気づいているでしょう。檻じゃない、門があったんでね。そう、立派な。だからあそこ開けて入ったら、まあ貸し切りなんで、誰もまあ横にもいず。そう。で、この後なんですけど、この管理棟の鍵を開けるために、パスワードとかちょっと入力して鍵を入手しなきゃいけない。はいはいはい。よく賃貸物件見に行くときに、誰もついてこれないときに開けるやつかな。そんな感じだと思います。ちょっとじゃあ行こう。はい、行ってみましょう。そっから鍵を、そうだね、取り出すんだね。そう。予約者だけが知っている番号で。はい。そういうことです。じゃあちょっと開けていくよ。はい、ゲットです。押しながら、押し回しかな。開いた。来ました。オッケー。お邪魔しまーす。ここも使っていいんだね。そうみたいなの。室内も。うん。あ、涼しい。めっちゃ広い。広いね。え、広。あ、広い。なんだこの家。うわあ。え、広い。めちゃくちゃ広いね。なんだなんだ。なんだなんだ。すごい探検だよこれ。そう、なんかこれ子供いたら楽しいんじゃない。ルームツアーだよ、もはや。ここの施設は節度のある範囲で自由に使っていいみたいなので、じゃあ全然ここ座って食べてもいいし。そうです、そうです。どこでくつろいでもいいってことですね。そうなの。なんかすごいよ。で、ここの施設はお風呂もある。そう、お風呂とトイレがリフォームされてて綺麗なんです。本当だ、めちゃくちゃ綺麗だ。そうそうそう。なんかこれも自由に入ることができるそうです。めちゃめちゃいいお風呂。綺麗、でっかい、うん、いいね。で、お手洗いがこっち。うん、書いてあるね。お手洗いも綺麗。ここもリフォーム済みです。本当だ。はい。なんか不思議じゃん、キャンプしに来たのにめっちゃ家の中いる。こんなことあるね。冷蔵庫お借りできます？そうなんです。こちらのお宅お借りできますわよ。ちょっとクーラーボックス横着してこういうので来たけど、今日すごい灼熱日なのよ。暑すぎるよね。ちょっともうね、心配なので、うん、夜ご飯まで冷蔵庫あればお借りしたいんですが。あ、なんかいた。関係者以外立ち入り禁止でした。なんだ。2階への階段です。ああ、そうだよね。2階はね、使っちゃいけないということですね。びっくりした。じゃあここにちょっと入れます。はい。よしよし。あ、冷たい。オッケー。あ、便利ですね。これは便利。便利。初めてだ。冷蔵庫。こんな冷蔵庫を貸し切って使っていい。そうだね。じゃあ入れとこう。え、来てるってこと？こんなに。こっちにもあるよ。そうみたい。これ何貼ってもいいの？知らなかったな。ね。へへへ。あ、貼っていいんじゃ、貼っとこうよ。貼っていいのかな。うん、真ん中に。真ん中にやっちゃう。うん。ふえ。持ってきた。これを貼りましょう。はい。はい。OK、かわいい。皆さんこちらにお越しの際は
覗いてやってくださいませ。じゃあテント、そうだね、設営をしていきましょう。どこに建てようか。戻っていくとさっきの入り口があって、この砂利エリアに建てるのはどうでしょうか。いいの？いいと思う。ここはあのテントスペースだから。こっちの草むらもいいけど。いいけど結構草が長いね。そうだね、思ったより長いかな。そう、まあ、夏だからね。とりあえずこっちにしようかな今回は。そうだね。ね、ここに建てていきます。しましょう。ほい、はい。あれだかわかんないね。あ、そうか、やり直し。忘れちゃった。忘れた、やり方忘れた。これを先に打つんだったね。ポラリス立てんのも結構久しぶりだよね。久しぶり。でかいね、やっぱこうね。うん、伸ばせばいい。うん、せーの。これで空気？引っ掛けて空気じゃなかった。でも5分ぐらいで経ったっけ前回。うん。オッケー、いけた。いけた。うん。オッケー。暑い。暑いね。早く。オッケー。日陰を作らないと。うわあ。そこにある。12時をお知らせいたします。早くお昼ご飯。お昼ご飯すげえ。取れた。調子の陶芸してたらあとここ整えて。はいはいはい、 OK OK です。やる？やる。よし、いきます。よっ。まさかここに建てると思ってなかったからね。そうだよね、もっとそのね、うん、草むらの方に建てようかなってなんとなく思ってたけど、広場にね。そう、でもちょっとまあまあ今生えちゃってるから。うん、まあ、こっちでいいか。そう、夏だからね。うん、しょうがない。よいしょ。あ、行った、ラスト。オッケー、サンキュー。夏だね。めっちゃ早かったんじゃない。うん、はい、車高つけ終わった。初めてねつけたんだけど簡単でした。ただちょっと高いから結構身長167センチの私でもこうやって跳ねて熱っ引っ掛ける感じだからさ、本当だったらこれ膨らます前につけちゃった方がいいってことだよね。いや、いけるかもね。え、やばい、サウナ、うわー、熱い。えぐい。ポータブルクーラーが欲しい。本当だね。うん、持ってないんだよね。うん、こういう日こそ欲しいね。本当だね。オッケー。はい、設営が終わりました。終わったー。暑かった。いや、なんせそう、暑い。辛かったところ、暑い。暑い今日っていうか、もうこんな暑いか。ね、真夏じゃん。もう真夏だ。いや、長野県キャンプ、もうちょっとまだ涼しいかと思ったけど。同じく同じく。多分もう今日という日だね、多分ね、これはね。今日という日。今日という日が暑いんだよ。だってまだ早いでしょ。いや、早いと思う。いきなりの猛暑日が来たんでしょ、これ。そうだと思う。なるほどね。このポラリスの車高をね、上にかぶせたらめちゃめちゃ気持ちよくなりました。そうだね。今ここにいる限り、じっとしてれば汗はかかなさそうです。よかったです。ちょっと熱中症になるかもしれないな、危ないなって思いながら設営してたんだけど。早く屋根を作らないとって。
今体調は大丈夫？はい、全然大丈夫です。あ、よかったです。私も大丈夫です。元気です。はい、乾杯しましょう。はい。さあ、近くのスーパーでね、うん、買ってきたけど、ちょっと変わり種はなかったけど、マルエフいきます。マルエフ。私はほろ酔い白いサワー。よくあるやつか。そうそうそう。柄変わったのかな。なんかほろ酔いさんはよくね、柄を変えるんですよ。かわいいね。うん、かわいい。よっしゃ。さあさあさあ、じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。乾杯。乾杯。皆さん乾杯。いただきます。うまい。いやな、なんとかあの水分を取らずに設営してビールを一口目にしたいなと思ったんですけど、いやアクエリアスをきれいに1本開けてから、はい、今今日は無理、即アクエリ中学校時代思い出しましたよ。中学校時代、はい、アクエリばっか飲んでいた中学校時代のバスケット部の少年辻本を思い出しました。なぜかというと、アクエリさえ飲んでればモテると思ってた。なぜポカリじゃないんだね、そこは。かわいいか。ポカリってかわいいじゃない。アクエリかっこいい、かっこいい、飲んでたらモテるっていうのがちょっと流行ってね、飲んでたんだけど、ね、全くモテなかった。いや、さてさて、もうお腹空いたから今日ね、うん、やってみたい料理がある。ずっとなんか流れては来てたね、いろいろ見てる時に、うん、けどそれ作ってみたいなと思って、うん、用意した材料がみたらし団子。うわ、みたらし、みたらし、みんな大好きかな。みたらしです。みたらし団子。 何、なんだ、ポッケにマイク入れてた。びっくりした。失礼しました。で次は豚バラ。バラ、肉の王様、豚バラ。王様なんだ僕の中ではね、はい、でこれやってみたかったのが、うん、豚バラをみたらし団子に巻いて焼いて食べるっていう。え、知らない、想像がつかない、見たことはないよ。え、ないの。ない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 。あれ、有名じゃないですか。本当にキャンプやる人はなんか動画たどり着かない。出てきたことないかも私は。けどずっと、うん、いやいや、え、合わないでしょって、うん、ああ確かに合わないでしょうってね。いや、そんなどうだろうって。私の豚バラをみたらし団子に巻いてそんな美味しくなりますかと思ってたんだけど、うん、もういい加減やってみたくなってもう100回ぐらい見たんでめっちゃ見てる。それをねやってみたいと思います。はい、はい、おー、きたいなこれどんな味だろうちょっと落ち着け、こちらどん、おー